最悪だよ。揺らしたくないってこんなに。全部人か。あのつぶつぶ全部してるか。全のおじさんとかで。いや間違えた。無限信号。間違いねえ。なんならコロナでゆっくりした。え、多分そう。メンタルは余裕
粘ってんな、全部オーストラリアでもちゃんと強いのかな。レビシネやそうやもうあいつで終わってるだろ。まだもう過ぎてる、遅れてるんだっけ。早いんだから。もうあっちの方が早い。1時間じゃあもう残ってるだろ。もう残ってるだろ。そろそろ下がれない。フライングぐらいしてくれてもいいのか。こっちの隅から入ってこなかった。
サンダルでくれたら安い方を買いてくれるから。まずし。みんな怖いからあそこまで行かなくなった。みんな今のないもん。ないだよ。初日ので楽しいとかない。わかんないさ今。綺麗とかない。最悪だ。もう一回死んだら俺も本当に無理だ。なんなら裸足で出た。やば、終わってるわ。帰りワークマン寄りだ。帰りワークマンで仕事。あいつやばいわ。ちょっと不安。いつ登るんですか。何時？太陽ないんじゃない？太陽ない日かもしれない。風が6時50何度しに来たから。太陽ない日。まあ妥当ちゃ妥当。太陽より海見てる。不安やね、あいつ。ちょっと案外大丈夫。寝起きしました。いやもうあなたは濡れてるから別にもう捨てでいいんだけど、俺はまだ生きてる。運転あるから最悪ちょっと気持ちいいな。あ怖いな。友達がピンサロ行ったんだけど、めっちゃ気持ちいいらしい。どこが気まずい、気まずいじゃん。なんかピンサロのキャバか、キャバの方が気まずい。早く出るとか。いや、早い方が気まずいでしょ。あっちが満足しないな。仕事すぎて、時間いっぱい疲れちゃう。俺の友達は3人で行ったんだ。真っ先の先輩2人と自分で行ってで、その自分ともう一人先輩は笑顔で出てきたんだ。めっちゃ一人だけ最後の最後に邪魔顔で出てきた言った言葉を いやーガチかー。でも何がいいかって、そいつ相模済みなんだけど、相模だからマジでやつ30分、3000円とか、ほんとそんぐらいで、マジで安いらしい。目に刺さってる。いや、マジで安かったからいいんだけど、いけないってなって。超最悪だし。だよ。そうだよ。金払いやってる。金払って。足だよ、その発音。マジですっごいらしい。ほんともう、座
座ってきて、これを聞いてから彼女に入り口ついてきた。俺たちさんそこだ。俺行けなかったよ。マジでめっちゃ感じるし、その手の袋だけ。まだ太陽出てない。覚えてない前一瞬通ったやつ。いや懐かしいな、クリエイトに来たユウスケ見て外国人。外国人？あの第三の横にさあるじゃない、外国人が住んでる。あーあるね。多分あそこから買い出して毎回来るんだけど、よく来るやん。インド系みたいな、フィリピン系みたいな。その中の一人がさ、絶対毎回違う銘柄を買ってくる。俺は毎回売ってんだよ。一旦森岡さんがその時レジ明確しちゃったんですよ、ユースケみたいな。で、バーッと10分後くらい俺が基本的にイメージですから、まだ来てたんで、わさきと違うのかな。森岡さんイメージ、こいついつも買ってるから、多分毎回違うから、多分先輩とかにハゲてんだろうな。森岡さん結構するね。結構言ってくる。だいぶ多いよ。多分自分が責任を負いたし。今誰でもそう。まあ、ね、俺も最初だから。違う違う違う。怪しかったね。全然いいから。怪しすぎたら、ね。15、16じゃきついけど、なんかちょっとカッパ回していけそうだって。12ぐらい。意味よくない。アルバイトの立場だったら、まあ、サイト立場だったら、やってほしい。しかもさ、外国人だから、身分証とかこだわらない。信頼しかない。ジャパンの知らない。でも前がいた時はいたんだよ。でもあれらしいと、こうさ、病院でいいから。あの人薬学部の釣りのこと知りたいから。6年生だったら薬学部の可愛い。あの人たぶん結構いいらしい。結構いってるね。塩結構入ってるよ。結構頑張ってる。塩結構入ってる。これが抜けてさ、多分穴がめっちゃ開いたんだろう。しかも田中公園来てないらしい。
真っ暗だから前行ったよ。なんか声来てない。笑う。あいつもだけはいけ。俺らがちゃんと教えてやったんだから。俺らの好き好きの後輩なんだからちゃんとやれぐらいは頑張る。俺らの好き好きの後輩もいないでしょ。ないね。ちゃんと教えた人たちはいないね。俺の後輩は今それそれは俺もや。やめるってなってめっちゃないだろうな。ミクロ星にみたいな。いやにバレた。あいつ普通に。あれまだ杉本さん。でも気づいたのも森岡さん。絶対許されないやつ。いや嫌いそう。やめときなよ。しかも栄養士だし。栄養士は嫌うよ。あれらしい、年取ると喫煙者はビタミンなんかが足りなくなって肌のあれがめっちゃくるらしい。早トイレのスパ、俺の友達より早、俺の友達と同じくらいの、やばいぞ。いや、俺の友達。あずみ、腎臓が、腎臓の仕事が早い。ゲームサービス本当なんか終わってる人とかもあるんですよ。ガチ王者みたいな人って、もう諦めてる人は私の歌がオーバーウォッチできない。オーバーウォッチだけはうまいらしい。プラとかはオーバーウォッチだけはうまいから、オーバーウォッチどっちやろ。結構言いたかった。あいつが言ってこない。ツイッターで何々を引っ張ってどうしたらいいんですか。強すぎだと。それに対して別の友達が何々したらいいんじゃないか。ツイッターで送った。俺よりなんかした。ちょっと初めてそれ見て。あーこいつきつい。恥ずかしい。初めてこいつきつい。最初あいつは行けば取れると思って
一軒しかないから予約だよ。そこから面倒くさくて。そして太陽も出ない。しかもさっきあったそこの3つの子もどいたし、朝だ朝、夜のところじゃない。あんたの仕事あれやあんたいない。ホンダブラッククリエイトちょっと誰でも歌いたい。多分あれだよ、薬剤師とか資格あれば多分アップなんだろう。キャバの黒服のバイトやってるっていう。めっちゃしてなパパ、めっちゃガリガリなこそ、なんも言えなそう。まだ多分ただ女の子です。太陽出ない、嘘だよ。暇すぎて壁作ったよ、砂で。サッポールになってるし、壁山にダウンオールして、いなりをし、違う、俺がオールし、いないね、いないね、もう見てね、やばいね、あれサッカー週一しかないのに、一人でやったから無理勝てない。いや、もうだから追いなめ、追い目線打つ。アブラドをさ、高3ぐらいで初めて知ってさ、その時はまだ吸われたの。大学生でみんなアブラドのストーリーしかあげる。最近めっちゃ飲んでたんだけど、おかしくね。俺が見つけたってことでいいんですか、アブラド。マジであの時崩したら今めっちゃ鳴るからね。おかしくない。ブランキュラとかガラキュラとか前ブラブラとかでそんな行ってない。そこの店のいいとこを浴びて、いや、だったらしい。これはクリンクだった。目薬刺すってそういうことだった。違う、刺さってる。あったかくない Uber のあれがいい。この紅葉でした日本の人。ベランダ。うちの臨海もそう。うちの行ってた臨海を、高校の時行ってた臨海をおもろいで。といといてね。で、7分。長数、英語長数。みんなベランダで。はい、ちょっと待って。ちょっと。Really good.
違うわ。ちょい雲で。Thank you.
全体的にはね。マジでそう。さっきみたいに前通るわけないし。マジで行って行っちゃうよ。待って帰ってこ